さあ始まりました、紫魂チャンネル。来ました、やってきました、はい、本日は、はい、J1 リーグ第5節東京ヴェルディ対京都サンガ FC の試合、はい、味の素スタジアムやってきました、はい、やってきましたね。金曜日 J リーグということで、はい、まあ、さらに年度末ということでね、うん、なんとか仕事も忙しい中、はい、有給を使って、はい、はるばる京都からね東京にやってきました、はい、で今日はねヴェルディさんのホームに乗り込んで、はい、試合やっぱね、サンガ、前回のマリノス戦では、はいはい、1人、ね、退場者を出しながらも、はい、必死に食らいついて、一時は、ね、同点、そして逆転までいけるんちゃうかっていうところまで、うん、ね、最後まで諦めないその姿勢を見せてくれました、はい。まあ、本日はね、昨年、J2 のプレーオフを勝ち上がって、うん、16年ぶりに J1 へ復帰した東京ヴェルディさん、ね、サンガは今年 J1 3年目なんで、はい、まあ、J1 の、ね、意地を、ね、うん、見せてほしいと思いますし、うんうんうん、ここで、ね、負けてられないと思うんで、うん、やっぱり昇格してきた、ね、チームには何年でも、ね、うん、勝って勝ち点3を今日は持って帰りたいと思います、思います、はい。でね、ヴェルディさんはね、まあ、京都サンガから期限付きで移籍中の山田楓希選手と木村雄大選手2人、うん、まあ、契約の関係でね今日は試合出れないんですけれども、まあ、間違いなくスタジアムに来てると思うので、うん、サンガもね、サンガもね成長した姿を、うん、2人に見せてもらって、うんうんうん、でね、今日はねぜひ絶対に勝ちたいと思います。勝ちたいと思います。で、まあ、心配されてましたセンターバックのところなんですけれども、はい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 、今日は宮本選手、うん、入れてきました、はいはいはい。まあ、マリノス戦でも、ね、途中から全部やってましたけど、はい、うん、まあ、ちょっと金子選手の、ね、怪我がちょっと心配ですけれども、うんうん、まあ、中盤はねかなりサンガの層も、ね、厚くなってきてますんで、うん、まあ、川崎選手もね代表帰りではありますけれども、はい、まあ、疲労もあまりないんじゃないかなと思いますんで、うん、休養もしっかりバッチリだと思うんで、うんうん、あとはね前の前線の原選手、マルコ・トゥーリオ選手、豊川選手、はい、今日もゴール期待したいと思います。そうです、原選手の今季初ゴールみたいですね。いや、そろそろ決めんちゃうかなって思ってますけど、はい、まあ、彼は東京育ちですか知らないですけど、元、まあ、FC 東京ユースなんで、FC 東京やったかな、そうです、ね、FC 東京のユースなんで、まあ、ヴェルディとはね、まあ、因縁とかあると思うんですけど、うんうん、確かにライバルクラブですから ね、はい、ね、まあ、そろそろ原選手のゴールを見たいというところと、うん、あとは何かありますか。あとはそうですね、サンガ、ヴェルディとの相性はねあまり悪くはないイメージはあるんですけれども、そうですね、負けてるイメージはあんまりないですね。そうですよね、うん、なんですけど、まあ、上福監督とはちょっと相性があまり良くないイメージもあるんで、はい、まあ、川崎マリノス、まあ、サンガね結構前線して、まあ、ヴェルディは生きるでしょうみたいな人も思ってる方もいると思うんですけれども、はいはいはい、まあ、こういう時にね負けるのがよくサンガあるあるでもあるので、まあ、油断しないようにね、うんうん、はい、まあ、しっかりね、まあ、プロの世界簡単に勝てる相手はないんで、はい、しっかり勝ってほしいと思います、はい。まあ、ヴェルディさんもね、はい、選手でねアンダー23の日本代表にもね選ばれた染野選手、うん、はいはい、いますし、はい、まあ、あとは、ね、森田選手、うんうんうん、J1 クラブからも強豪 J1 クラブからもね、うん、かなりオファーあったと聞いてるんで、うん、まあ、J2 でもね、レベルの違いを、昨年度見せてくれてたんで、うん、まあ、あとはね守備にはねマテウス選手、ゴールキーパーのマテウス選手もいますんで、はい、うん、はい、まあ、何としてでもね今日はちょっとヴェルディだけにはちょっと負けたくない理由も僕にもあるんで、はい、何としてでも今日は勝って気持ち良い思いして京都に帰りましょう。そうですね、それではね応援頑張っていきましょう。行きましょう。
ということで試合終わりました。はい、試合終わりました。結果はドロー。いやー、勝てましたね。これちょっとね、もうきついね、精神的にやばい。きつい引き分けやね。2-0 で勝っていたところから 2-2 追いつかれて、はい、前半と後半で全然内容が違って、前半良かったのだけに、後半が内容も最悪で、最悪でした。もうきついですね。もうあれですね、まあダゾーンで上から見てたら見やすいんですけど、まあ、僕たち応援しながら見てたんでちょっと合ってるのか分かんないですけど、後半のガス欠がめっちゃ早かったように感じますね。もうちょっとその辺の運動量ね、これが熱くなっていくんで、はい、また増やしていかないと、きついところもあると思うんで、はい、まあ、ただ前半の、ね、サッカー良かったと思うんで、豊川選手のゴールもあり、原選手の初ゴールもあったんで、はいはい、これはちょっとプラスに捉えて ね、まあ、ね、次に生かしてもらいたいと思いますし、ただね、サンガはね、前半良かったら後半もいいっていう、なんか1試合通して内容が良かったって試合が本当に J1 上がってから少ない、はい、なんか前半良かったら後半悪いし、後半良かった、前半悪かったら後半ちょっと改善されるみたいなのが多いんで、なんかね、1試合通してちゃんと自分たちのサッカーできるようにね、これからなっていきたいです。まあちょっと今日いろいろ急いでるんで、エンディングもこの辺にして、そうですね、次ガンバ戦、はい、ちょっといけないか、いけるかいけないかわかんないんですけど、まあ次7日の岩田戦はね、いきますんで、はい、そうですね、次こそね、ホームで勝ち点3、はい、勝ち取りましょう。勝ち取りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。